今日は2014年の10月3日です。朝日新聞の一面には御嶽山にはまだ不明の人が十何人かいるんじゃないかと、47人がもうすでに、死亡が確認されて、今までの最大の火山の災害事故になっちゃってですね、まあ、痛ましい話だと思います。それから香港のデモにオバマ氏が市民側の支持を表明したことで中国が内政干渉だというふうに今怒っている、そういう記事ですね。香港のトップを選ぶ行政長官選挙のやり方、中国の方から干渉していて、結局中国に批判的な民主派の立候補ができないような仕組みというものを提示しているわけですね。まあ、それに対して、学生たちが怒って今一生懸命デモをしているわけで、それをまあ抑え込みたい。まあ、中国というのは未だにいわゆる普通選挙になってないんですよね。中国共産党というのは権力を握っていて、その権力が維持できやすいような仕組みになっているわけです。まあ、それに対して欧米が早く民主化しなさいというふうな圧力をかけているわけで、で中国は余計なお世話だというふうに言っているわけです。で私もね、やっぱり圧力かけた方がいいと思いますよね。学生たちが望んでいるのは、私がいつも言っている民主主義の大事さ、言論の自由、普通選挙、民主主義、この当たり前の、日本ではまあこれは一応当たり前のことですよ。で、こういうことが守られていてすらさえ、国家権力が企業と結託して人権を踏みにじるようなことが日本では続いているわけですが、しかしそれでもね、中国よりはいいですよね。少なくとも私がここで何を喋ろうが、喋ったことによって捕まって殺されることはないわけですよ。ところが中国や北朝鮮で私のようなことをやればすぐ捕まって殺されますよね。だからそれに比べれば今の日本は中国や北朝鮮よりはずっといい、まあ、そうは言えると思います。で、さらに言論の自由、思想信条の自由というのがもっときっちりし守られるように私たちはしなければいけないし、一般の国民が不当な権力によって抑圧されるようなことが今日本では大勢の人は認識していないけども、実際いっぱいあるわけです。企業の中では未だにいじめが続いています。集団ストーカー行為なんちゅう本来あってはならないようなことが実際に今ずっと続いているわけです。そしてそれを警察なんかは知っていても取り締まろうとしない。談合とかそういう違法行為をやっていることを警察が知っていても、天下り先になるような企業に対してはそれをほったらかして容認するようなことが続いているわけです。だからそれらはどんどん変えていかなければいけない。当たり前のことが当たり前に言えて理不尽な不公平な差別や一部の人間が得をするような、そのために一般の国民が貧しい状況が続くような状況があってはいけないわけです。今の子どもたちの 16% が貧困によってお腹を空かしているという、知らない人には信じられないようなことが今続いているわけです。そういうものの原因というのは、私はいつも言っていますけれども、国家権力が大企業の方を向いて不公平な政治を行っている、一般の国民にとって得なことをやろうとしていない。アルバイトや非正規社員がその給料だけでは到底生きていけないような賃金の体系というのを未だにほったらかしているわけですよ。そういうものを変えていかなければいけない、まあ、そう思います。まあ、それにしても中国のようなこういう状況があるというのは決していいことではない。
それに対してはやはりなるべく、平和な方法で彼らを説得して、一部の権力者が一般国民を弾圧し殺してしまうようなことはやめさせていくような仕組みというものをだんだん世界の規模で作っていかなければいけないんだろう。そういう働きかけというのは続けなければいけないんだろう。そういうふうに思います。今日の歌は愛の暮らしという加藤登紀子の歌ですね。これも知らないですね。1973年にできてますが、加藤登紀子。加藤登紀子はまあ有名な歌手で、民主的な運動の中に旦那が全教徒の人だったんですかね、と捕まってて、そういう状況の中で結婚したりして、でミュージック、メロディーがアルフレッド・ハウゼツですね。アルフレッド・ハウゼって、看護の楽団じゃなかったから違いますかね。外人さんの名前が書いてあります。詩は加藤登紀子が書いたんだけど、メロディーはアルフレッドさんが書きましたということで。で、やってみます。I'm not
ということですね。今日はこれぐらいです。